りがとうございました。じゃあオープニングやろうか。埼玉といったらうどん大好きうどんこ代表の私リンが全力でうどん屋さんを紹介しております。ということで本日は吉見町にあります武蔵ヶ丘短期大学前バス停からのスタートです。本日も熊谷肉汁うどんスタンプラリー回っていこうと思うんですが、その前にですね、吉見の百穴に行こうかなと。楽しみ。行ってみます。武蔵ヶ丘短期大学、桜綺麗だね。ここもこの山の向こう側が百穴なんで、地図を見て武蔵ヶ丘短期大学前バス停から吉見の百穴までこんな感じで向かいます。ほんと右にある山に沿ってぐるっと回るだけ。まあ5分くらいで着くかな。この橋で一の川を越えると東松山市に入ります。もう百穴は右に曲がってすぐ。ほら正面ちょっと見えてるよ。あー綺麗だね。こちらが岩窟売店です。入りていいかな。百穴の前にも見どころたくさん。ほらすごくない？左側の岩肌とお堂が一体化してんのよ。ここ岩室観音堂は同じく吉見にある龍聖院の境外仏堂となっています。この境外仏堂ってのは境内以外に単独で建てられた仏堂のことね。でほら掘られた穴の中に仏様が。右の方もこんな感じ。全部で88体の仏像が祀ってあって、こちらに拝むと四国88箇所、いわゆるお遍路を回ったのと同じ功徳があるとされているんですって。いやめちゃくちゃコスパ良くないか。あと忘れちゃいけないのが体内くぐり。まあ安産とか子育ての祈願なんだけど、ちょっとやっとこうか。これバリケード置いてありますが体内くぐりは可能です。向こう行き過ぎるのはダメだけどね。ほら左に登っていくとこあるでしょ。涼しいね。おおここだ。滑り台くらいの高さ登ったところにありましたハート型の穴。ここをくぐったら完了と。雨降ってる時は足元危ないからやめた方がいいかもね。裏からの姿も圧巻。岩山と岩山の間にお堂があんだから、そうこの2階に登ることができます。おお観音堂の上に登ってみました。お札だらけだね上。あ、ここから百穴が見えます。あの正面に見えてる穴がいっぱい開いてる山。じゃあ百穴行こうか。これめちゃくちゃ急なんだけど、これだもんね。よいしょ。さあ見どころは続きますよと。この距離で見ると集合体恐怖症の人とか心配になっちゃうよね。いやー駐車場の隣の桜が綺麗だ。百穴久しぶりに来たな。吉見町埋蔵文化センター。お体験教室やっとるやん。こんにちは。1枚300円です。はい。お静かだ。葉桜だね。ちょっと来るの遅かったかな。百穴は古代の人の墓の跡ってね、視聴者さんの中でも埼玉郷土かるたで知ってるよって人いるんじゃないかな。はるか昔古墳時代に作られた横穴式のお墓になります。正面の桜も立派だね。ここでお花見最高じゃない。でね、穴が全部お墓ってわけじゃないのよ。山の下んとこ、地下軍事工場跡地。うわ涼しい。立ち入り禁止。自分が初めて来た小学生ぐらいの時かな。このね奥まで入れて中つながってて、別のとこからね出てきたりもできたんですよ。こんな感じで道がなんか迷路みたいにつながってます。まあ入りたかったな、せっかくならね。おー穴がいっぱい。これ百穴って言ってますが、現在確認できている横穴の数は219もあるんですって。まあ、戦争で下に軍需工場を作ってなかったらもっといっぱいあったってことだよね。もちろん国の指定史跡となっています。だいぶ階段急なんでちょろっと登るとこの景色。いやめちゃくちゃ見晴らしいね。綺麗だな景色が。光苔自生地。光苔見えるか。あ見える見える。あの蛍光の緑に光ってるやつ。国の天然記念物に指定されている光苔。ここにあるのめっちゃ貴重なんよ。よいしょ。百穴はいつ見ても迫力あるな。甘いもん食うか。どうしよう。バボ売ってる。じゃこちら150円。どうぞかけてこちらになります。でごかぼうをいただくことに。これ3つ味がそれぞれ違います。うまそう。軽い食感、柔らかくて食べやすいごかぼうだね。古代のロマンに思いを馳せて特別な空間でいただくお茶菓子は格別だ。おめでとうございます。ごかぼう美味しいですね。ごかぼうね、そうふんわりと柔らかいごかぼうなので人気なんですよ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ほら、埴輪がいるやん。あちゃー言うて資料館も満喫。この後ちょっと岩窟売店の方に寄ろうかなと。そっちはね以前一度行ったことあるんですよ。ご主人覚えてるかな。こっちにも穴があった。もうここら辺至る所に穴が開いてんのよ。で最初行った岩室観音堂の真ん前、百穴に来たら必ず目に入るこちらの売店。実は約60年も前からこの場所でお店をやってるんですよね。これこれただの売店じゃありません。岩窟ホテル創造の店。まあ何のこっちゃ分かんないと思うけど、とりあえず中入ってうどん食べようか。ほんじゃあ岩窟売店さんお邪魔してます。こんにちは。店内入ってすぐの柱に曜日別メニューのご案内。カレー、定食、そば、うどん。なんかお団子みたいで可愛いね。あれカウンターにも可愛いのがいる。猫がいる。この 4K 定食ってのが定番メニューなんだな。月のお休みも張り出されていました。光が差し込んで明るい店内。店名の通りちょっとした売店もやっていて、いろいろ見るのが楽しいね。お茶をいただいてメニューをチェック。うどんのメニューはこんな感じ。麺もつゆも冷たい盛りうどん。どっちもあったかいのがかけたぬき、肉、きのこ。定番のつけ汁は肉汁、きのこ汁だね。天ぷらは小中大の3種類。裏は軽食と飲み物のメニューだね。ここで軽くなんか買ってお花見とか最高じゃない。でこれを 4K の謎が解けました。管理栄養士恵子が手作りした気まぐれ健康定食で 4K。 なるほど。お久しぶりです。どうも。すいませんなんかいきなり。金土日かなくてこれも一応あカレーうどんが一応あっても P 辛めカレーうどんもあるよと。何食べよっかね悩んだ結果きのこ汁にしようかね。はいお願いします。ちょっと15分ぐらい使いますけどはいお願いします。岩窟ホテル高層館日本の穴気候すごいね。ってことでここただの売店じゃありませんよと。岩窟ホテルと呼ばれる人工の洞窟がこの売店の真ん前にありました。ほんとすごいのよ。ちょっとそこ岩窟ホテル取ってきます、はい、てかあれ草買ったんですね。そうなんですよこの前買ってくれたんですよね。あすごいなんか 見やすくなってると思って。岩窟ホテルこちらです。岩窟売店の駐車場の道向かい。いや知らない人は素通りしちゃうだろうね。どう多少は面影残ってんのかな。正面の入り口とかバルコニーとか当時の写真と見比べればなんとなくね。これこれの何がすごいって売店の青いファイルにその歴史が眠ってます。青いファイルをペラッとめくった1ページ目。人口名称岩窟ホテルのしおりってことで、なんとこの高橋峰吉さんが一人で穴を掘りましたよと。かかった期間は21年間。でここがポイント。多くの人が岩窟ホテルと言ったのに基づき英語のホテルの意味ではないってことで、そうホテルじゃないんですよ。岩窟ホテルなんです。いや面白すぎでしょ。まああひたすらツルハシとかのみを使って手作業で穴掘ってたら話題になるだろうね。でこの外観だけじゃなく穴の中もこの通り、峯吉さんは独学で建築を学び、海外の建築様式を穴に取り入れていたそうです。こういう英字の新聞にもデカデカと載っちゃって、85年の埼玉新聞、蘇る岩窟ホテルのロマンだって。峯吉さんが穴を掘り終えたのは1925年ですよ。だから来年でちょうど100年だ。また穴の中見れるようになったらいいな。ガチャ屋みたいだな。こちらが岩窟売店さんのきのこ汁うどん650円。竹のせいろに盛られたツヤツヤみずみずしい手打ち麺、湯気がもわもわん立つつけ汁の中には油揚げきのこがぎっしり、小皿にはわさび、すりごま、刻みネギ、ほうれん草。ではいただいてまいりましょう。前足ぐるぐる息を飲むような美しさに見とれながらリフトアップ、角が丸っこく優しい風貌。まずは麺だけでもちっと食感、大好きなやつ。硬すぎず柔らかすぎず、茹でたてプリップリの麺を激熱のきのこ汁にくぐらせて、お出汁が香るね、豪快に。つゆもなんて幸せな空間、ゆったりとした時間が流れます。麺をすする音だけが響く店内、その存在を確かめ合うようにうどんと心を通わせます。つけ汁は甘さ控えめ、油揚げときのこの旨味がすんげんだ。見た感じ入ってた具材はしめじ、まいたけ、しいたけ、油揚げ、えのきと長ネギ。自然の恵みと気持ちのこもった手打ち麺に感動です。幸せな時間がいつまでも続けばいいのにな、なんて思いながら食べ進めてたらいつの間にかなくなってたわ。ごちそうさまでした。めっちゃうまかったよ。じゃあご主人と、はいはい、ここでいいんですか。はい、はい、あれご主人って岩窟ホテルの、うん、掘られた方の子孫ですね。祖父が2代目ですよ。だからそのひいおじいさんですね、初代は。はい、だいぶ前ですね。だいぶ前ですじゃあ埼玉といったらうっどんっていうような形に最近させていただいて、埼玉といったらうっどんっていうので、はい、いきます、はい、埼玉といったらうっどんありがとうございます。とんでもない、やりたかったっすこれありがとうございます。念願かな。バッチリね、岩窟も入ってますんで。ありがとうございます。この建物って、はい、結構新しいんですっけ。これはね、もう結構前ですね。多分1967年。あ、この建物建て替えたりはしてないのか。これ多分ね、リフォームだと思うんですよね。リフォームか。はい。古いままですね。これを一緒に入ってもらって。これ入りました。これ入ってもらっていいですか。やったやった。イエーイ。イエーイ。ようこそ岩窟ホテルへ。あ、これってここがあれですよね。正面の入り口だったんですよね。で、ここから入って。はい。ご主人が小さい頃ってもう、はい、入れましたね。1987年までやってたんで。ああ、やってたっていうのは、一般公開みたいな。そうですね。中にお金を入れて、こう、洞窟を見ることはできたんで。白塗りの状態だったってことですか。そうですね。そうですね。あの辺りとかあって白くなってるのもあるもん。あれが、多分名残ですね。名残か。はい。あれ、ご主人って今、おいくつですか。76年。今年48ですね。辰年。はい。そうなんですね。いや、私も中入りたかったな、これ。そうですね。中でうどん食べたかったですね。なんてね。昔は掘ってる、今は打ってる。このキャッチコピー最高ですよね。この夫婦で考えました。これ、いいな、このコピーは。ありがとうございます。いやー、楽しかった。これか。これめっちゃかっこいいじゃない。ありがとうございます。やった。じゃあ、これを。はい。ありがとうございます。お騒がせしました。とんでもない。ありがとうございました。楽しかったです。また来ます。ありがとうございます。ごちそうさまです。うどんめちゃくちゃうまかった。吉見の100穴寄った際はこちらの岩窟ホテルね。見て、そのご子孫が今、うどん打ってるんで、ぜひこちら食べに来てください。それじゃあ今から、東松山市の方入って、熊谷肉汁うどんスタンプラリーに参加している、キッチン記念日さんに向かおうと思います。一旦ここで動画してみようか。この動画を見て、うどん食べたくなったなとか、動画楽しかったなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あと、インスタグラム、ツイッター、X もやっておりますので、ぜひこちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。こんにちは。あれ、りんちゃん。お久しぶりです。これこれ。うわ、すげえすげえすげえ。こんなによくしていただいてありがとうございます。